本日のあんこ3種類お選びくださいってこんなにいっぱいあるんだよ。すごいね。うわ、いただきます。パラスティカの豆だと澤出です。阪急烏丸駅から約徒歩10分の放課堂さんにやってきました。自分でフルーツ大福を包める。包めんだ自分で。はい、お店だそうです。それでは京都烏丸に行こう行こう。自分で包むフルーツ大福、うん、いちご大福もいいね。いいね、うん、じゃあこれ1個ずつにしよっか。あり。せっかくなんでね。飲み物も選べます。わあ、私も、うん、チャーしばきたい。私もいいんですか、しばかしていただいて。しばいちゃおうよ、うん、ほうじ茶がいいかな。いいよね、ほうじ茶いいよね、うん、ほうじ茶いいね。じゃあ私抹茶にしよう。抹茶にする、うん、あ、じゃあ1個ずつ1個ずつ。ホットね、あなたは。ホット。じゃあ私もほうじ茶のホットにします。本日のあんこ3種類お選びくださいってこんなにいっぱいあるんだよ。すごいね。でも私1個も気になるのあんの。どれ。スイートポテトあん。これ美味しそうだね。なんだろう、なんか想像がつかなくない。食べたことない。ないね。じゃあ私は、うん、甘おうあんにしようかな。あ、いいね。ね、じゃあ普通にこしあん、うん、抹茶あんにしよう。じゃあ私は白あんと黒ごまあんにします。あー、いいね、うん、美味しそう、うん、これで、注文していきたいと思います。はい、白あん、甘おうあん、黒ごまあんで。はい。うわー、めっちゃ綺麗ね。あと左から白あん、すごい。うわ、あんたお花ついてるよ。いや、すごい、かわいいね。かわいい。はい。わー。左からあんこ、しあん、スイートポテト、抹茶でございます。はい、ありがとうございます。おいしそう。おいしそう。どっちも。いいじゃない。ねえ。こっちを写真撮っとく。ねえ、写真撮ろう、写真撮ろう。映えるね。ねえ。はい、チーズ。彩りが綺麗すぎるね。食べるのもったいないね、うん、これ自分で包むんでしょう。そうだよ。え、ちょっと待って、緊張してきちゃった急に早速じゃあ、はい、食べていきましょう。はい、いただきます。あんこが先で、はい、その後にフルーツらしい。なるほど、うん、手に持っちゃっていいのかな。これ手に持って。ちょっと待って。え、何、すごいふわふわ。嘘でしょ、うん、わー、お布団みたいじゃあ私は、うん、このこしあん。いいね。こしあんからいきます。よいしょ。おいしそう。あ、かわいい。あ、もう全部乗っちゃう違うか、全部じゃないか。ちょっとずつ、 だよ。あ、面白いな。ありがとう、教えてくれて、うん、よかったよかった。私は白あんからじゃあいきますね。ちょっとのがいいか。うん、ね、そのフルーツがあるから、ね、そうなんだよね。そう、あ、上手。上手。もう無理だわ。じゃ1個はこれでいくわ。いいよ、たっぷりだって美味しいんだから。いちご。うわー、美味しそう。こんな感じです。いいね。じゃあ私はこのパイナップルいこうかな。パイナップル大福って珍しいね。珍しいね。どうなんだろう。これを包むの？包むの。あ、これ包み方も大事だよ、結構。大事。うん、センス出ちゃう。ちょっと思い思いのフルーツ大福を思い浮かべて、ね、え、ちょっと待って、じゃあもうちょっとピュッてやりたいな。正解がちょっと分かんないけど、あ、でもこういう感じでいいんじゃない。この一口サイズで食べれそうな。上手、綺麗、ね、私も。あ、いいね、かわいい。こんな感じ。いただきます。おいしい。やっぱ自分で包むからさ、楽しさもあってなんかより美味しく感じるね。うんうん、でゆっくり噛んでもらっていいからねごめんなさいねちょっとお茶じゃあちょっといただいちゃったりしてよ、うん、この器がさ、うん、ね、いいですよね。美味しい。合う。合うんだ、うん、大福と合うね、お茶。お茶、うん、すごい美味しい。本当だ、合う、うん、あ、お抹茶、結構お抹茶だけど、うん、大福が甘いから、うん、ちょうどいい。あ、バランスがね、うん、いちご大福のいちご、うん、めちゃくちゃ甘い。あ、ほんと、うん、美味しいんだけど。美味しい。なんかフルーツすっごいみずみずしい。しいよね、そうだよね。次のも次の食べようじゃん。スイートポテトあんかな。じゃあ私これ甘おうあんだね。
もうあまおうにいちご合わせちゃう私。あ、いいじゃん、ね、結構これは力強くいっても破けはしないから、うん、もっともっとこうこうよ。もう肩から肩から、そうそうです、そうです、こういうことだ、そうそうそう、いやもう合ってるこれ。でもこの方が食べやすそう。そうでしょ、キュッとして、そうそうそう、うん、足ぐらいになると、うん、こうして、うん、あ、大丈夫で、で お花をこうよ、うん、あ、添えちゃう、添えちゃう、食べれればいいからね。そう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 、極論、うん、じゃスイートポテトはね、私甘おうはいただきます。うん、うんうんうん、うん、私このあまおうはすごい好きだわ。うん、うん、いちごの甘さがちゃんと、あ、本当に、うん、くる、美味しい。スイートポテトも、うん、めっちゃスイートポテト、あ、本当、うん、美味しい、合うわ、いいね、うん、あんまなくない、スイートポテト、あん、ないない、ないよね、聞いたことないもん。え、何これ楽しいんですが。え、楽しい、ね、友達とかと来て、うん、あん3つ選べるわけだから、うん、なんかね、え、この味ちょっと味見さしてとかもできるしね。できるね、うん、確かにそれ別々の選んで楽しいかも。そうそう、いっぱいあるから。じゃあ最後いっちゃおうかな。はい、最後私これ、うん、抹茶あんかな。抹茶あん、うん、私黒ごまあんですね。これこれはなんかうちら和って感じじゃない。和って感じだ ねこれだって乗せなさいよフルーツって感じなんですけど。ごまと何を合わせるのあんたは。バナナじゃないの。あー、なんかいいじゃん、斬新。キュッてね。いただきます。いただきます。うんうんうん、これ好き。これすごい美味しい。黒ごまバナナと黒ごますごい合うわ、うんうん、でもよく考えたらさ、あのバナナジュースの黒ごま味とかあるじゃん、よくあるね、うん、あるね。だから相性いいんだ。ごまの香りこっちまで香ってくるよ、うん、あ、ほんと、うん、それぐらい味が結構しっかりしてんだろうね、うん、すごい美味しいもん。抹茶も味濃い濃い、うん、このあのいちごの甘さに負けてない、うん、あ、そう、結構飛び出してくる。飛び出抹茶が初めて聞いたけどバーン飛び出してくる。え、ちょっとじゃあシェアしよう、せっかくならね。え、あり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 。あれ、なんかいちご以外のやつ食べれば、そしたらいいの。いいよ、ぶどうもらっていい。いいよ、いいよ、もちろん。いちごあったよね。あ、じゃあ抹茶あん食べていい。いいよ、うん、私も黒ごまもらおうかな。あ、いいじゃん、いいじゃん。色めっちゃ濃いもんね。でしょ、抹茶の。いいよ、いただきます。じゃあ私オレンジかな。うん、抹茶にオレンジ合わせたの初めて。あ、ほんとだね、うん、あんまないよね。あんまない。帰る頃にはこれの達人になってんじゃない。キュッキュッキュッって。じゃあいただきます。うん、濃いね。うん、うん、これに割ってお湯入れたらお茶として飲めちゃうぐらい濃いよね。濃いでしょ、うん、美味しい。友達同士で食うの確かに楽しいかも。いいね、うん、うん、あんの種類もまだまだあるから、うん、普通に全制覇してみたい、うんうん、確かに。何人かできてみんなでこう ね違うの選んでこうやってやるの楽しいかも。楽しいよね、うん、また来たい。また来たいね。今回は自分で包むフルーツ大福、うん、ほうかどうさんにお邪魔しました。はい、自分で包むっていう楽しさもあるし、うん、何よりね、すごい美味しかったね。美味しかった、うん、さっきも言ったけどね、お友達同士で来て、うん、みんなでシェアしながら食べるのがすごく楽しいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。全部美味しかったけど、うんうんうん、私抹茶かな。抹茶、うん、私も黒ごまかなって思います。なんかその、うん、フルーツの甘さとよく合うよね、うん、ごまもね、抹茶も。合ってた、うん、なんかそれこそ京都来たって感じがして、感じするね、うん、美味しかったです、うん、この次の、ね、動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるような場所を、ね、うん、ご紹介しますので、うん、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは京都カラスマに行こう行こう。バイバーイ。バイバーイ。